はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、ということで今回はおそらくあのキャラクターが近々来るんじゃないかということで、はい、ちょっとその周りの準備の話をしていきたいと思ってます。で、まずあのキャラクターっていうのが誰かっていうと、はい、このヨーユーキですね。ポチ少女公式生放送でラフガーのイラストが公開されていた、まあおそらくイラストだったり歴史上の実績から弓将と言われていたキャラクターですが、まあこのヨーユーキが次回のメンテ明けに来るんじゃないかと予想できるので、まあ今回はその準備をしていきたいと思うんですが、はい、まずそう思った理由として、このスキルを見ていくときに、スキルの左上にあるこのハテナマークですね、はい、ここにヘルプがあるんですが、はい、このヘルプの中に、まあ、今回のメンテ明けから、はい、なんとですね、一気に3つの聖護バフが追加されており、1つ目が聖護蓄力、2つ目が聖護残影で、最後に3つ目が聖護おぼろ月ということで、はい、次回メンテ明け、まあ、今までの傾向からすると次回メンテ明けに、まあ、この聖護バフを身にまとう新たな副将がリリースされると、まあ、これだけの聖護の量なんで MR キャラクターが来ると予想できるんですが、まあ、ヨーユーキが来るんじゃないかと予想できる1つ目の理由が、このおぼろ月っていう聖護状態、この聖護状態が自身の敏捷値によって敵の知力ダメージを減少するという、敏捷値の 2.5 倍分の知力値ベース防御無視攻撃をカットできる機能をつけることができる聖護バフになるんですが、はい、その基準となるのが敏捷値ということで、まあこれが弓将の存在を示唆していると。で、さらにもう一つ残影ですね、聖護残影、まあ重宝っていう帽子のイレギュラーはあるんですが、残影キャラクターっていうのはほぼほぼ弓将の専門的なバフになっていたので、まあそれが聖護バージョンになって登場するということで、まあ、これも弓将が来る可能性が高いと予想できる要因になっており、はい、しかも今回読んでみたら、この聖護残影、まず残影の今までの効果と同じく回避率が増加するというとこは同じで、はい、その後ですね、受けるダメージが減少ということで、はい、避けるだけでなくダメージを避けきれずに食らってしまった場合、まあ、援護みたいにそのダメージをカットする機能が新たに追加されると。いや、これやばい、はい、今までこのテケテケ遊びチャンネル見てくださってる方は、まあ、私が何回もこの残影バフに、まあ、援護みたいなダメージカットが加わるとマジで硬くなりますよというような話をすることがよくあったんですが、聖護残影化することで回避率のアップに一緒にダメージカット機能を乗せちゃいました。で、さらに回避に成功するたびに受けるダメージがさらに減少ということで、まあ、避けに成功すればするほどどんどん硬くなっていくという、はい、めちゃくちゃ相性のいい効果がこの後聖護状態になることで追加されるということで、いや、これはめちゃくちゃ楽しみですね。まあ、おそらく弓将がこの能力を得るということで間違いないかなと個人的には思ってますが、はい、で、さらに次来る副将にはおそらく同一の副将に対してだと思いますが、聖護蓄力もつくということで、まあ、蓄力に関してはこれもまた帽子のダッキーみたいなキャラクターが有名ですが、実は蓄力キャラクターっていうのは弓将にこれまた多くて、まあ、花公園っていうキャラクターだとか露伴っていうキャラクターなんかが自身にかなり強力な蓄力をまとい、まあ、攻撃力だったり状態上耐性上げていくことができるんですが、はい、ここも今回なんとダメージ反射耐性つきますね。いや、これもすごいナイスな組み合わせ。まあ、ちょっと弓将につく前提で話進めちゃってますが、まあ、弓将の特徴である耐久力の低さ、まあ、防御力が低いのがどうしても弓将の特徴なんですが、まあ、その分毛利元就だとか、まあ、花公園みたいなキャラクターみたいに全ての耐久をかなぐり捨てて、まあ、攻撃特化で今まで戦っていくスタイルが、まあ、弓将らしい戦いのスタイルとされていたんですが、まあ、その超高火力化することで逆に反射によって死亡してしまうリスクがあるということで、その対策として毛利元就なんかはスキル1が不死状態になったり、花公園なんかは結婚化することでダメージ反射耐性がついたという感じで、まあ、超高火力を支える反射耐性機能っていうのがずっと求められてきたんですが、これもしっかり火力がアップする蓄力に対して一緒に今後はつけられるということで、いや、この蓄力も残影も整合化することでめちゃくちゃパフォーマンスアップする形になります。はい、ということで、まあ、次回来る MR キャラクターがこの蓄力残影おぼろつきをもし全部身にまとうキャラクターであれば、普通に考えてめちゃくちゃ強いキャラクターになるということが、まあ、この時点でほぼほぼ私の中では確定したので、で、おそらくそれがタイミング的に公式生放送で発表されていたあやめちゃんとエビスさん、もう一人がヨーユーキなんで、まあ弓枠のヨーユーキにこれがつけられるんじゃないかということで、いや、これついにランゼロ企画やっと MR キャラクター登用できるんじゃないかってことで、はい、もう今からワクワクが止まらないんですが、ちょっと心配なのはこの聖護残影ですね、まあ、回避率がどのぐらいアップするかっていうのがまず一つわからないのと、受けるダメージが減少するこのダメージカットのパーセントなんか
かも避けるたびに徐々に上がっていくってことは最初のカット率やや低めなんじゃないかなっていう心配があって、はい、そうなると弓章っていうのはもともとかなり脆い存在になっているので、レベル差で負けてる相手なんかには回避率上げてもダメージ食らってしまって初撃で結構ピンチになってしまうとっていうようなリスクが想定されるんですね。在衛の回避率アップにダメージカット機能をつけるといいよって今まで言ってきたのは、まあ、重宝が上杉謙信やハンニバルみたいな援護によるダメージカット持ちの武将に対して回避率をアップすることである程度敵の攻撃を避けきれずに食らってしまっても、まあ、数発は耐えられる肉体を武将は持っているのでめちゃくちゃ相性がいいですっていう話をしていたんですが、もしこのダメージ減少率が低かった場合に弓章の場合は回避に成功してダメージカット率が上がっていくまでの数発を耐えるのがちょっときつい気がするんですね。特に今筋力値ベース防御虫攻撃がトップのキャラクターたちの主流の攻撃スタイルになっているので、まあ、そのダメージがもろに通ってしまう可能性があると。でもう一個ちょっと心配してるのが、はい、この前から並んでいるこの初心者ガチャの弓章ポジションのパッシブスキルですね。竹中半兵衛の場合敏捷値によって敵の攻撃力ダメージを減少と、まあ、攻撃力ベース防御虫攻撃のカットで、もう一つが自身の敏捷値によって知力値ベース防御虫攻撃をカットするというものになっており、まあ、この初心者ガチャに並んでいる竹中半兵衛、柴井、劉邦の3名ってのはここ見比べてみると弓章が知力値カットで、暴主の劉邦は自身の知力値によって筋力値ベース防御虫カットで、あとは攻撃力ベース防御虫攻撃のカットができると、まあ、ここは共通で特徴としては筋力値ベース防御虫攻撃カットをしてくると。で最後に武将の芝居に関しては、はい、同じく攻撃力ベース防御虫攻撃のカットと自身の筋力値によって敏捷値ベース防御虫攻撃のカットを得意とするということで、まあ、ちょうどこの武将弓将暴主でそれぞれ担当するダメージカットの属性がじゃんけんみたいな感じで分けられてるんですね。まあ、これらのキャラクターが出てきた時に分析動画で、まあ、MR の底固めをしに来たなっていうような話を過去にしましたが、まあ、その底固めキャラクターの型となってるのがこういったじゃんけん要素が3者の間であり、はい、その中で竹中半兵衛の弓章ポジションのキャラクターがカットするのが知力値ベース防御虫攻撃のカットを得意とすると、はい、いうとこでちょっと心配だったんですが、今回おぼろ月を見てやや確信気味なのが、はい、また敏捷値によって知力値ダメージカットしてるんですね。弓章の役割になりつつあるのかなと、はい、いうとこで、まあ、これに関してはたまたまそうなったともう強く願いたいんですが、もしそうなってくると、まあ、この妖勇気もし12時できたとしてパッシブによって、まあ、12時なんで攻撃力ベース防御虫攻撃もステータスベース防御虫攻撃も固定値カットではなくて割合カットであることを前提として望みたいんですが、まあ、もし割合カットだったとしてもその割合カットする対象が攻撃力ベース防御虫攻撃と知力値ベース防御虫攻撃だった場合にアーグスとかカエサルなんかの攻撃をもろに受けてしまって、この残影なんかのダメージカットでカットしきれない可能性がかなり高いなと、はい、いう心配を今からちょっとし始めてしまいました、はい、もう攻撃面だったり、まあ、残影がつくあたりなんかはもう弓章として完璧なバフセットになってるので、まあもうほぼほぼ強いキャラクターになって出てくるであろうと私は睨んでるんですが、まあ、ちょっと怖いのがその受けの部分になってくるので、はい、今回このランゼロサバで、はい、この MR アバターあやめちゃんですね、このあやめちゃん明日ですね、今のところ9割ぐらい気持ち的には確定でガチャ回しに行って投与してしまいたいと思います、はい、その理由としては生後残影のダメージカットだけで足りない部分を主食によって筋力値ベース防御虫攻撃のカットとで避けながら、まあ、一発は耐えられるぐらいに育てるとして、一発耐えた時にしっかり生後ミムが発動して 60% 分の HP 回復ができるようにしておきたいっていうのがその理由ですね、はい、まあ、自動回復機能なんで敵の連撃の最中に HP を確保してくれるのがこの生後ミムなので、この機能を使って柔らかい弓章が避けながらたまに敵の攻撃を食らって HP を減らしていく中で残影のダメージカット率が上がるまでこのミムでなんとか耐えなきゃいけないなっていうような未来がちょっと見えたので、今回ランゼロサバで先回りしてこのあやめちゃんの投与に踏み切ることを今9割方心に決めてます。でミムの HP 回復も流血がついてた場合には効果を発揮せずに解除されてしまうっていう弱点があるんですが、まあ、これは生後蓄力がつけば状態状態性がアップするので、まあアーグスの流血はそれでも食らってしまいそうですが、それ以外のキャラクターの流血ならなんとか耐えてくれるかなとちょっと期待していて、まあわよくば蓄力による状態状態性アップの他にパッシブでも状態状態性が妖勇気アップしてくれないかなと今思ってたりするんですが、まあそんなうまくはいかないと思いますが、まあその状態状態性とこの HP 回復も相性がいいと、はい、いうところで、まあこのランゼロ企画今10万元宝しかないんですが、絆の水引きは236個あるのでそこまで元宝今必要としておらず、まあこの元宝に関しては将来来るであろう超光明とかのバッファーに使うために取っておいたんですが、はい、ここでもう一つ、まあ、もし次来るキャラクターが蓄力キャラクターであるのであれば、この生後蓄力キャラクターを主力にして戦っていくのであれば、しばらくの間ダッキの虹が必要なくなるんですね。まあ少なくとも上杉謙信を戦役のメインキャラクターにするまでの間は、まあなんなら妖勇気歴史上では弓めちゃくちゃ得意で下手したら必中キャラになるんじゃないかなっていう期待もしてるんですが、はい、まあとりあえず
ず蓄力キャラクターであれば、ダッキー20分の原宝が、まあ、しばらくの間節約することができるということで、まあ、その節約分をこのあやめちゃんに回せるというような判断のもと、今回明日ですね、また動画撮りますが、このあやめちゃんランゼロサバで撮りに行きたいと思います。いやマジでこれはワクワクする。はい、ということで、その前に、はい、こちら美課金雪村編ですね。はい、月3000円から5000円の範囲内での課金ルールでプレイしているサーバーになるんですが、今回こちらのサーバーでももし余裕期が来たらランゼロサバより先にまずはこちらで投与したいと思ってます。はい、ランゼロサバの方は課金額がこっちの美課金サバより少ないので、あまり失敗ができないので、まずは、まあ、同じく美課金サバであるこの雪村編、こちらで余裕期を先に投与して、実際の対人戦なんかのパフォーマンスで隙がないか弱点はどこかなんてところをしっかりシミュレーションした上で、時間差でランゼロサバの方でも致命的な欠陥がなければ投与に踏み切るというような流れでやっていきたいと思うので、はい、今回まず今日はこの美課金雪村編で、はい、あやめちゃんですね、ガチャ回して同じ環境作りをしに行っちゃいたいと思います。はい、もう雪村編も実は MR キャラクター戦役の検証用にエリスを取って以来、その他 MR キャラクター一体も取ってないので、まあ、めちゃくちゃ元宝と水引き溜まってる状態なんで、 MR キャラずっと待ってたんですが、もうこのタイミングで放出するしかないでしょってことで、はい、今回2サバ分で一気に投与して検証を進めていきたいと思います。ということで、まずあやめちゃんですね。まあちょっとランセロサバの方は5タップ事故で花の水引き今59個しかありませんでしたが、はい、こっちの方はしっかり66個あるので、まあ、この66個で何元宝減るのかまず見ておいて、まあ、ランゼロサバの方でのダメージを先回りして把握しておきたいと思うので、まずはあやめちゃんガチャ回していきますか。さあ、ということで、本当に来るかどうかもわからない余裕期のために、 MR あやめちゃん10連でいきましょう。ゴッ。はい、まずは花の水引きを消耗していって、元宝にダメージを与えない引き方をしていくんですが、まあ水引きがなくなった後どのぐらいの元宝消費で抑えることができるか、はい、ここに注目していきたいんですが、引きがめちゃくちゃ悪いまあ悪いケースが見れた方が備えられるので、ナイスっちゃナイスですね。はい、ということで、ここからは割引券で2384元宝の消費で元宝消費しながら回していきます。いや悪いな。はい、ここで100連回したので花の水引き5個分追加されて、はい、今6個になりましたが、とりあえずこのまま10連で進めていきます。あ、やっといいの来た。まあ、時間が経ってたんで割引券なんかもね、ある程度残ってくれてるのが今不幸中の幸いですね。はい、これがなかったら今大打撃受けてますね。はい、ここで絆114になったので、はい、ここからは花の水引き6個使って1絆ずつ回していきたいと思います。あとちょうど6回回したら確定5出るんで、それまでに1回どっかで2絆を引いてくれないとやばいことになりますね。さあ、ということで来い、2絆1回でも来い、来ればそこで終わる。うわ、やばい、一番恐れてたことが現実になっちゃいました。はい、ここから10連で回せばまあ確実に取れるんですが、たったあと1絆なんで道中にかける2が落ちると信じたいんですが、もし落ちなければ大切な資源である割引券が10枚吹き飛ぶということで、いやこれどうしよう。いやでもやっぱり途中で出ると信じて1枚ずついきますか。来て、お願い、起きた。信念はやっぱり立派、足がしびれちゃった。ありがとう。うわ、2回目で来た。いや、ということで、MR アバターあやめちゃん、美課金雪村編で、無事、投与することができました。さあ、残り元宝が137,709ということで、はい、元あった元宝から引き算すると、今回使用した元宝数は21,936元宝という結果となりました。いや、割引券がっつり使っていったんですが、2万超えましたね。明日のランゼロサバでは2万切りたいとこですが、まあ、水引きの数が7個こっちより少ないんで、2100元宝分不利なのと、まあ、幸運券もね、こっちは1枚もともとある状態からスタートしたんですが、ランゼロサバの方はないんで、いや、なんなら2万5000元宝ぐらいいっちゃいそうな気がしますね。まあ、何はともあれ、美課金雪村編で、あやめちゃん、はい、無事に MR 化できたんで、デッキに組み込んでいきますか。今、美課金雪村編では、まあ、こんな陣営でプレイしており、MR が今、エリスしかおらず、これも戦役検証用で投与したので、まあ、そこまで育ってなくて、今、実質主力は UR アバター1000の雪村結婚バージョンで頑張っているということで、まあ、もう完全にアウグスとかに蹂躙されまくってるんですが、はい、それでも今闘技場一応50位切るような位置には頑張ればいけると、ああいうことで MR キャラエリスだけでこの順位保ててるのはかなり奇跡だと思いますが、まあ、これどう頑張ってるかっていうと、対人戦の組み方のコツを知りたいっていうようなコメントなんかもあったりしたので、まあ、簡単にこの陣営で何を考えて作ったのか説明していくと、はい、まず前衛キャラクターですね。前衛キャラクターっていうのは最初から場にいるので、まあ、考えることっていうのはその場になるべく長く居座りながら相手の応援出しキャラクターを炙り出すことになってくるので、まあ、耐久面そして範囲相当力があるキャラクタ
方っていうのが望ましくなっており、はい、そういう意味で露払い役敵敗に対して耐久力が低い子であれば落とせる上杉謙信を最初前衛に置いており、はい、もう一人耐久型としてはナタ、もう連携によって5回分の致死ダメージを無視できるので前衛のポジションを長くキープできるということで、まあ、応援出しなんかを遅れて出すことができると、はい、いうような形を作るためにめちゃくちゃ重要なキャラクターで、さらに、まあ、この前衛のキャラクターたちっていうのは最終的に敵の応援出しキャラクターの爆撃によって空爆を受けるので、その空爆部隊を迎撃するような仕組みを用意しておく必要があり、まあ、そのためにこの援護キャラクターっていうのが早めに援護化するように前に置いてあると、はい、反射ダメージで空爆してきた相手を逆に落としに行くような狙いが前衛のキャラクターには仕組みとして用意されてます。はい、で応援キャラクターとしては、まあ、完全に爆撃用ということで、もう速攻で真田幸村をこの陣営では出して、まあ、敵の弱い子なんかを巻き込みながら狂乱化して超高火力化とデバフ無効化を作った後に、あとは援護で幸村とナタを固めて、で反射ダメージなんかで HP が減ってればダッキで回復して、はい、小機微でさらに火力を上げながら、まあ、ダッキの HP 回復で HP50% より高くなっていれば影光もつけてあげて、で、まあ、この小機微 MP 以外は育成不十分なんで影光つけてしまったら他立ち回りが何もできないキャラクターなんで、はい、その応援出して出てきた HP フレッシュな小機微に対して源の義経で HP が高い相手に対する援護を付与して、はい、このキャラクターも反射爆弾化させるというような狙いがあります。あとは前衛なんかで長く粘ってくれるキャラクターがいるおかげで当該が出てくるタイミングがワンテンポ遅れてくれれば、敵のスキル1スキル2なんかがそれで終わっていればうまいこと頓降状態になってくれれば、実はこの当該アウグスキラーになると、はい、いうような形で今 MR キャラクターでアウグスキラーになるようなキャラクターをこの陣営では持っていないので、その最終的なフィニッシャームーブを当該に任すというような超苦肉の策でなんとかこの順位帯をキープしてます。はい、もう周りほとんど MR アウグスか陽線かエビス様かっていう感じで、もうかなりきつい状態ですが、はい、なんとか頑張ってやってます。さあ、ということでここに今回あやめちゃんを入れていくわけですが、まあもう一つはダッキと交換ですね。まあ雪村狂乱化するんで状態状態性アップするので、ダッキの蓄力のうち状態状態性はあんまり必要ないと、そのためにダッキの攻撃力なんかも、はい、ある程度頑張って上げていたんですが、あやめちゃんが来ればこの部分頑張らなくてよくなるんで、まあダッキ抜いてのあやめちゃん投入になりますかね。はい、ということでこんな形、はい、ちょっと今回この形でやってみますか。はい、ちなみに戦力値としてはこんな感じ。上杉謙信が800万のエリスが760万、諸孔明100万、細分金200万で、ナタが1000万で、主力の真田幸村が1500万、直江兼次320万の、あやめちゃん無育成の56万、小木美が269万、義経が330万、そして最後当該が115万と、はい、ような陣営で頑張っていきたいと思います。はい、ということで同じ黄金騎士同盟のチャマさん挑んでみますか。はい、メンバーとしては真田幸村960万、アウグス1600万、兼次600万、テフ200万、 HP が450万で、カンペが370万、応援猛角が170万の上杉謙信400万、はい、嫁毛利元就1000万、最上の1200万、あとバッファーの劉備600万とダッキー415万ということで、まあアウグスや雪村だけでなくこの毛利元就や最上義明もめちゃくちゃ厄介ですが、さあ行きましょう。まず上杉謙信で援護挑発化するところまで、はい、うまく持っていって、この後真田幸村の攻撃エリスに来るんですが、はい、筋力値ベース防御無視攻撃はエリスカットできるので、エリスこの位置ナイスですね。はい、でエリスこの後、はい、援護挑発化うまく成功して、はい、アウグスの攻撃を受け止めていくんですが、まあさすがに持ちませんね。はい、せっかく反射ダメージ与えたんですが、アウグス、はい、そのまま HP 持ち直してしまいました。でそこに雪村が攻撃していくってことで、はい、狂乱化失敗ですね。はい、この形も応援で雪村出すとよくある失敗のパターンで、はい、今アウグスが前衛にいがちなんで、こんな感じで HP 確保された後に殴ってしまうと大体コンボ失敗してしまうということで、まあ、これ並び変えてった方がいいですね。雪村主力にするなら、まだだこっからまだ援護をつけたりしてアウグスに反射ダメージでうまいことを1回の復活ぐらいは使わせたいところ。さあミムがついて、はい、反射のためのリソースだいぶ溜まってきました。さあアウグスの攻撃、あークリティカル出ちゃいましたが、はい、1回援護まで使わしました。これナイスですね。あーただクリティカルが割と出て、はい、HP 回復しながらここまでアウグス生後援護状態で粘った状態で、はい、毛利も隣で、この後最上も出てきますからね。いやこれ勝ち目ないですね、どう考えても。はい、申し訳なさそうに義経ちゃんが出てきて、はい、それも最上に葬られて、最後当該が、はい、出てくるんですが、アウグスの通常攻撃で落ちると。はい、いや本当よくこの順位にいるな。するおす
ポッス